今日は、ミスドでカルピスの、イベントをやってるこのカルピスドーナツを紹介したいと思います。はい、こちらカルピスドーナツなので、パッケージもこのようにね、カルピスのトレードマークの白地に青の水玉模様のパッケージになってますね。夏っぽくて爽やかですね。はい、で私が買ったのはカルピスドーナツの中のカルピスドーナツってやつです。はい、そのままですね。他にもカルピスドーナツには種類がありまして、カルピスシューエクレ、カルピスワッフ、カルピスポンデリングで、あとね、ミスドビッツって言って、カップの中にね、いろんなドーナツが入ってるものがあるんですけども、それもカルピスタイプのものがあります。なので、商品数としてはアイテム数は8種類のね、アイテムがカルピスっていうタイトルで販売されてます。こんな感じでね、携帯ね、今見てます、こんな感じになってます。はい、こう出てますね。はい、その中で私は今回カルピスドーナツを買ってきました。これは何ですかね、よく言うミスドで言うエンゼルクリームとかそういうやつかな。外がね、こうパンのようにね、ふわふわした柔らかいドーナツの中の真ん中にクリームがね、注入してあるタイプのドーナツを買いました。はい、では早速いただいてみたいと思います。では早速ね、もうポンと出したらこんな感じですね。はい、よくあるタイプのデザインになりますね。でもね、これカルピスドーナツなので見てくださいね。ここにほら、なんかちょっとね、透明がかったクリーム入ってます。もうこの色がね、すでにカルピスの色してますね。もうね、真っ二つに割ってみますね。何でもまずは割ってみましょう。はい、割ってみました。中身はこんな感じになります。見えますでしょうか。ちょっとお子さんの見えへんかな。こんな感じになります。はい、見えますでしょうか。はい、このように結構光沢のある、とろっとしてそうな、まるで練乳みたいな感じのね、クリームが入ってますね。ドーナツの溶石とこう比較してかなり結構入ってってますね。半々ぐらいのね、勢いで入ってますね、真ん中はね。たくさん入ってます。1個、こちらの方いただきます。あ、すごい。あのね、もう本当に、まさしくカルピスですね。カルピスとね、コラボしてるんでね、カルピスの味がするのは当たり前なんですけども、ちょっと濃いめのカルピスみたいな、ね、自分で作って飲むカルピスで、ちょっと濃いめに作った方が美味しいから、濃いめに作って飲んでみましたみたいな。結構それぐらいね、しっかりとカルピスの味のしたクリームになります。やっぱり見た目通りクリームはトロンとした柔らかいものになります。最初は甘い感じがします。で、最後の方にその乳酸飲料の特有のちょっとした酸っぱみ、酸味が出てくる感じですね。うん、このドーナツに関してはドーナツがどちらかといえばこうどっしりとしたね、感じのタイプのドーナツになって、でクリームがさっぱり系なので、そうなんですね、自分的にはあんまり好きな組み合わせじゃないんですけど、まあでもこうしつこくなくていいんじゃないかなとは思います。はい、他のね、中に生クリーム入ってるやつとかね、あれ本当に甘々なんでね、まあこのドーナツはね、いつもふわふわで、ね、美味しいと思います。はい、以上カルピスドーナツでした。はい、カルピスの味をね、楽しみたい方ね、ぜひ食べてください。もうこれは間違いなくカルピスの味がします。はい、では以上です。ご視聴ありがとうございました。